はい、こんにちは。佐大臣三永です。年の瀬も迫ってきましたね。私はそろそろ大掃除を始めようとして、今日は近所の100円ショップでいろいろ買ってきました。ブラシやキッチンペーパー、スポンジなどですね。明日から掃除を頑張ります。本日は吉田山に登ります。吉田山は京都大学のすぐ東にある小高い山で、古来神のいます神聖な山とされてきました。 西側の山麓から中腹にかけて吉田神社が鎮座し正月三が日と2月の節分祭は特ににぎわいます兄弟生や地元の人の散歩コースともなっています吉田山に行くにはバス停京都駅前から市バス206号に乗りバス停京大正門前で降りますで私今回久しぶりに市バスに乗って気づいたんですけどバスの一日券ってなくなったんですね 今年の9月30日に配信になったということでね、700円で1日バスに乗り放題ってやつだったんですけども、あれがないと修学旅行とか貧乏旅行には厳しそうです。とはいえ、まあ、仕方ないと思うんですね。何しろ、京都の市バスも地下鉄も、万年赤字ですので、市バスそのものがなくならないことが不思議なぐらいで、よくこれ走ってるなと。まあ、この問題については後日、改めて語るとして、 着きましたバス停京大正門前下車徒歩5分吉田神社の一の鳥居が見えてきました鳥居をくぐり白石を敷き詰めた参道を進み二の鳥居をくぐり石段を登ると広い踊り場場の境内に出ます向かって左手のしめ縄を巻いた鳥居をくぐるとそこが吉田神社の本営です吉田神社は竹見和知のみと 祝い主の,雨の,小屋根のこれらの神々は奈良の春日社、現春日大社に祀られている神々です。清和天皇の上元元年859年、中納言、藤原の山陰が古くからの霊域であった吉田山に、これら春日の四神を誕生したのが始まりです。室町時代の中期、新官の吉田金友が、 吉田神道というものを大成してから明治まで神道の権威として吉田神社は影響力を持ち続けました元が奈良の春日大社ですので藤原氏の氏神です春日大社と同じく武御一の神を鹿島神宮から奈良に運んできたという鹿を神聖な生き物としていますもっとも吉田山に鹿がいるかどうかはまあ多分鹿はいないと思うんですけれども イノシシだったらもしかしたらいるかもしれないなと吉田幼稚園の園児さんによる切り絵の竜を大絵馬にしたものが展示してありました楽しそうで良いですね来年はそうた年なんですねうちも何かたつに関係したことをお正月から喋ろうと思っていますご期待くださいつれづれ草の作者健康奉師のことをかつては吉田健康と表記し 吉田神道との関わりが信じられていましたが、形図が怪しいということで、現在では否定されつつあります。教科書における表記も、吉田健康ではなく、健康法師になっています。よって、ここ吉田山も健康法師とは無縁の場所となってきたのは、ちょっと寂しいですね。向かって右手の坂道を登っていきます。参道左手にまず見えてきたのが、お菓子の神社。 加祖神社ですいろんなものに神様がいますね。田島守の御事と林上院の御事を祀ります。田島守の御事は第十一代水仁天皇に仕えた中心で、天皇の勅命により、海の向こうの国に、時軸の家具の好みを求めに行ったと、古事記にあります。そして持ち帰ったのが橘の実です。しかし、その時もう天皇はお亡くなりになっていたので、 うわーっと泣き崩れて田島守はそのまま殉死したと伝えられます。立花ということから後世お菓子の守り神とされました。もう一中の林上院の御事は日本に初めて饅頭を伝えたと言われます。玉垣にはお菓子メーカーや和菓子屋の名前が並んでおり、ここがお菓子の神社だなぁとわかります。ついで山道の右手に、 料理の神社、山陰神社があります。演技によれば、清和天皇の上元元年869年、中納言藤原の山陰は、春日の四神を勘定し、ここ吉田山に、王城鎮護の神社として、吉田神社を開いたと。また、藤原の山陰は、我が国において、あらゆる食物を調理し、古来、包丁の祖であり、料理の神です。 私もここ数年のコロナ禍ですっかり自炊派になりましたので「うまいパスタが作れますようにうまい餃子が焼けますように!」などと祈ってきましたあの餃子はね確かにお店で出てくるの美味しいんですけれどもちょこっと少ないじゃないですかねラーメン屋で出てくる餃子とかね4個とか乗っててこう500円とか取られるでしょ 私は餃子なら餃子だけをねもう30個ぐらい食べたいんですねだから自宅でうまい餃子を焼くということが大切になってきますその意味でもどうかうまい餃子を焼かせてくださいと今回祈ってまいりましたでここ山陰神社の参道からは麓の景色が一望できます夕暮れ時が特に素晴らしくてですね感動的ですさて山道を上がったところにあるのが西上所大元宮です ここでは吉田神道で始まりの神とされる虚無大元尊神をはじめ日本国の八百万の神々をすべて祀ってありますここに参拝すれば全国の神社に参拝したのと等しき効果が得られるというわけです普段は中に入れませんが正月三ヶ日と節分は開門されてたくさんの人で賑わいますただ多すぎてですねあんまり近づけないですね <laughs> 山中が参拝客で埋め尽くされるのでね全然列が前に進まないですそれからちょっと山道を歩いていきますと吉田山の山頂付近にはモアーンという喫茶店があるんですよ窓の外に吉田山の木々が見渡せて素晴らしい景色です晩秋の季節が私は特に好きですねここ窓の外にね枯葉がひらひら,ひらひらひらと舞い落ちるそれを ただボーと眺めている。枯れ葉が散っているのをぼーっと眺めるこのね何て言うか芳醇なひとときこの日は残念ながらもう年末の休みに入って,てですね閉まってました少し戻りまして先ほどの最小初大元宮まで戻りまして最少初大元宮を後に吉田山の東側に向かっていくと。 道すがら宗忠神社があります黒教教の教祖黒胸宗,宗忠は安永9年1780年備前の代々の神職の家に生まれました両親に死に別れ自らも病にかかり死を覚悟しましたが天照大神と一体化する霊的体験により病も治ったとこれをきっかけに布教活動を始めました 人により人々の病を治し、広く武士や町人、農民にも信者を獲得しました。その教えは、人は天照大神と一体であり、感謝を持って生きようというものです。天照神の御心人心、一つになれば生き通しなりと読みました。皇室や公家にも信者が多く、死後吉田神社の吉田家より、胸忠霊神、ついで 宗忠大,大明神の信号が与えられました。幕末の文久2年1862年この場所神楽岡に神社が創建され慶応元年1865年孔明天皇の直願所となりましたちなみに幕末から明治にかけての社会不安を背景に現在まで続く多くの新宗教が生まれています天理教や金光教もこの頃に生まれました天照大神を祀る 神明宮本殿は、どの角度から見ても見事に絵になります。参道入り口の逆立ちする狛犬、参道の桜も有名です。宗忠神社の北隣が竹中稲荷社です。吉田神社の抹茶で、羽花の御霊の神、猿田彦の神、雨の渦目の神を祀ります。古希に曰く、有原の成平の住居が神楽岡稲荷神社の傍らに牧す。 そのそこに家を建てるために占いをしたということからそこに家があったということです。有原の成平の家がこの傍らにあったと。個人的に思う竹中稲荷社の一番の見どころは、如意いヶ岳の大文字がですね、目の前に見えることですよ。如意いヶ岳の大文字って、普段歩いていると下から見上げることが多いんで、まあ、ハイソサイティな方々は分かりませんけれども、私のように地べたを張っている人間にとっては、 あの大文字っていうのは下から見上げることが多いですからねそれを目の前に同じ視線の高さに大文字が見えるというのはなかなかね珍しい感じですというわけで本日は吉田山に登りましたもう京都大学も冬休みに入っているので学生さんは少なかったですけれども普段は京都大学の学生さんが結構歩いてですねまた地元の散歩する人も多く まあ吉田山も吉田神社も観光地という感じではないですねむしろ観光客よりも地元の人に親しまれているスの京都という部分が現れている場所と思いますそういうのもいいなという方はぜひ歩いてみてください新発売です紫式部の歌と生涯紫式部が読んだ歌と彼女の生涯について詳しくお伝えしますここの講講座を受講することであなたは 紫式部の歌の魅力や彼女の人生に触れることができます。百人一首、全首、全歌人、徹底解説。小暮百人一首の全百首を歌の内容、歌人同士のつながり、歴史的背景などを含め深く解き明かします。どちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も佐大臣三長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました